はいどうもこんにちは、クレイです。プロスペースやっていきましょう。というわけで今回なんですけれども、ちょっとこれね、公開日がいつになっているかわからないんですが、撮影日がこちらですね。はい、ミキサーがまさかの1日で復活した日に撮っております。はい、ゴールド契約書ですね。今回の動画ゴールド契約書たくさん貯めましたので、まあ、シリーズ1のね排出が止まりまして、 A ランク、 S ランク、 B ランク、すべてね、シリーズ2のもののみ、登場するという形になりましたので、貯めてたゴールド契約書一気に30枚開けていきたいと思います。いきましょう。まず一発目、今回は、まあ、演出ですね。最初のここで雷が来るかどうかだけ。お、まさか一発目から来た。よし、まあ、雷かそのこの A ランク以上の演出が来るかだけを見てカットしようかなと思っていたんですが、1枚目から A ランクが来てくれた石山選手、2位がつきましたね。はい、ということで、まあそこで何も演出がなければカットします。はいはい、カット。さあ3枚目いきましょう。前回のゴールド契約書を引く動画では多分 S ランクは引けてないと思うので、久々にちょっとゴールド契約書で S ランクを出したい。行きましょう。はい、ただちょっと今ね、いろいろ S ランク契約書系も溜め込んでるので、それを間違って引かないようにしないといけないですね。でも多分このタイミングまでゴールド契約書か契約書系を全て貯めてたよっていう方が多くて、まあ、Twitter とかでもね、ちらほらたくさん貯めてた契約書開封しましたみたいなツイートも見かけているので、まあ、もしぜひともね、貯めてて引いたよって方は結果の方をコメントで書いていただけると嬉しいです。よいしょ。はい、じゃあ多分30枚以上あるな。35枚ぐらい多分あると思うんで、もう一気に引いちゃいましょうか。まあ、切りよく30で終わろうかなとは思っていたんですが、お、 A ランク黒木選手。黒木選手のシリーズ1の S はね持っているんですが、強いな、球種めちゃめちゃ強いですね。これ対人戦でもまあまあ使えるんじゃないかな、球も速いし。はい、 OK。 さあ、まあ、個人的にも一番欲しい A ランクは、まあ、パットン選手、浜口選手あたりももちろん欲しいんですが、今欲しいのは岩瀬選手の A ランクですね。岩瀬選手をちょっとですね、まあ、S ランクですね、 TS の S ランクをちょっとオーダーで使う可能性が出てきてて、まあ、1回オーダーから外れてるんですけれども、まあ、ちょっと限界突破の方をしっかり、あと1回足りないので A ランクがね、やりたいなというふうに思ってます。というのも、まあ、A が多分バリューかなんかで2枚出てくれたので、それで超4までいけることが確定したと。そうなるとあと1枚欲しいなというふうになってくるわけですね。で、まあ、角中選手を選択契約書でゲットしたので、まあ、そこの部分で角中選手を福留選手と入れ替えてあげようかなと。同じミート型なんでね。で、2500のスプリッツで100低いので、まあ、そこを考えると、まあ、福留選手と角中選手を変えることによって中日直がいなくなるので、そこに岩瀬選手をスパッと入れてあげる形が一番、まあ、いいのかなと。そうすることによって100ですね、スピリッツが上がるので、まあ、ちょっとオーダーの方でまたお話しますが、岩瀬選手の A が欲しいというところでございます。まあ、ゴールド契約書からね、なかなか手に入れるのは厳しいと思いますが、ただまあ今ミキさんはもうすぐね復活したので、中日の A ランクが当たってくれるだけでも全然ありがたいなと、圧縮できるんで、まあ、そこで狙うっていうのも一つありかなというふうには思ってますが、まあ、A ランクも今もう8枚9枚ぐらい出てるのか。お、 A ランク、はい、おっしゃ、鈴木誠也選手、よし、 OK、 これは称号用に残しておきましょう。そうか、ライトの選手も出てるので、まあ大谷選手とか、うん、まあ鈴木誠也選手もそうだし、あとは、まあ、山田選手の A ランクとか都合選手の A ランクとかもねすでに出ているので、まあその辺将来の称号用にね、取っておくっていうのは非常にありかなというふうに思いますね。よし、オッケーオッケー。まあとりあえず狙いが1枚引けてよかった。よし、鈴木誠也選手に関してはアニバーサリーのね A ランクの契約書もまだ残してて、そこで取るかどうかどうしようかなって思っていたんですが、まあ、ちょっと最近 A ランクの鈴木誠也選手を結構引けてるので、それなら山田選手とか行ってもいいな。ただアニバーサリーの A も山田選手結構回収できたんだよね。まあその辺いろいろ悩んでまだ置いていますが、はい、 OK。 まあただ特訓の餌等々もね今 1.8 倍が来ているので、それがね非常に相性いいので、
ガンガン使って育成していきましょう。はい、まあオールスキップでもいいんですけども、ちょっと雷ゴールド契約書か雷来たらめちゃめちゃ嬉しいんで、ちょっと雷だけ見たいな。雷来てくれ。はい、もう何枚引いたか分かんなくなっていますが、もうありったけの量引きましょう。最初30連と言いましたが、はい、ただパーセンテージ系と S 契約書系は引かないように気をつけて見ていきましょう。はい、このヘルメン選手球種めっちゃ強いですよね。てかオリックスの球種めっちゃ強くなってるんだよな。この右下というべきか、右下のチェンジアップっていうちょっと変則的な球がね、めちゃめちゃこれ対人戦で S 出たら使ってみたいなと思う選手の一人ですね。よいしょ。てかもう S 出てたっけな、あれ出てないかな。もういいや、 OK。 B ランク契約書も今ねルーレットヒッターからフェスタからというところで1ヶ月でめちゃめちゃ溜まっているので、ちょっとボックスがねすごい見づらくなっているんですが、 B ランクは飛ばしてゴールド契約書だけポンポンいきましょう。はい、ちょっと A ランク演出すら来なくなってきた。石山選手はさっき A ランク出ましたね。さあもうあと10枚ぐらいかな、もうだいぶ開けてきたと思うんで。あ、大谷選手の打者バージョン、これの S ランクめっちゃかっこいいだろうな。しかも同値なんでね。そしてあと1、2、3、4、5、5枚ですね。行きましょう、下から行きましょう。ついさっきゲットしたばっかりのゴールド契約書、しかもあれか、ゴールド契約書今対人戦リアルタイム対戦 の、 あのスポンサー賞でももらえるので、まあ、そこの部分で非常に回収量が、まあ、多くなってるかなと思いますね。まあやっぱりルーレットあたりが一番ゴールド回収してるか。さあということで飛ばして飛ばして、ただちょっとここまではちょっと寂しい内容。まあでも A ランク3枚ぐらい出てると思うんで、まあそこは悪くないか。はい、これでラストかな、もうちょっとあるかな。よいしょ、おやったペゲーロ選手 OK。 まあこれはそうですね、称号用にしましょう。はい、セレクションのペゲーロ選手持ってるので称号用にしたいと思います。2632でもなってくれたら非常に嬉しいんでね。だからペゲーロ選手ね、多分1回限界突破工事ぶち込んじゃったよね。まあそこはちょっともったいないかなとも思いますが、まあまあしょうがないでしょう。 OK、 まあ称号機能があることによって、まあ、限界突破工事使ったとしても、まあ、その A ランクがね生きてくるっていうのは非常に嬉しいかなというふうに思います。はい、ということで、まあ、ゴールド契約書に関しては35枚ぐらい多分引いたと思うんですが、徐々と結果をおさらいしましょうか。結果入手順、これをなくせばいいのか。入手順を重視したい場合は先にこっちにしたらいいのか。入手順、はい、これで見ていきましょう。一番最初は多分鎌田選手、違うな、石山選手からか。石山選手からなので5、10、15、20、25、30、やっぱ35枚ですね。35枚引いて A がペゲーロ選手、鈴木選手、黒木選手、石山選手ということで、まあ、A が4枚か、A4 枚、35枚中 A が4枚という結果でしたね。まあ、まずまずかなというところで、まあ、鈴木誠也選手とペゲーロ選手、称号つけられる選手が来たので、まあ、OK でしょうというところですね。で、まあ、本当にね、このミキサーですよね、まさか1日で復活すると思わなかったので、まあ、ちょっとその動画がどっちが先に上がってるか分かりませんが、まあ、A ランク契約書とかもね、いろいろ開封していったので、まあS ランクに関しては正直まだね欲しい選手があんまり出てないっていうところで、まあ、ちょっとミキサーを置いておこうかなと思ってるんですが、 A ランクのねミキサーに関しては何回か多分やれると思うので、まあ、ミキサーもねお楽しみにしていただければというふうに思います。はい、まあ、今 A ランクは本当にまだ枚数が8枚ぐらいの中で絞れると思うので、8枚ですよね、やっぱり8枚の中で5枚圧縮してしまえば3分の1で欲しいのが出るという形になるので、まあ、できれば中日でやりたいんですけれども、まあ、横浜でもやらないといけないので、まあ、その辺ちょっと A ランクうまく使ってやっていきましょうというところでございます。はい、まあ、そんな感じで今回はゴールド契約書を一気に35連という動画でございましたが、
まあまあまずまずの結果というところでございました。はい、まあ、A ランクとかもね回収もできましたし、まあ、B ランクも特訓の餌等々ね育成で頑張っていきたいと思います。ミキサーはこれいつまでなんだ。ミキサーは2月の28日、だいぶ先ですね。110何日とか出てたもんな。112日と21時間。112日ってないでしょう。はい、S ランクミキサーに関しては本当にね欲しい選手が出るまでちょっと置いておきたいなと思いますが、 A ランクミキサーの方は動画にできればと思うんで、そちらも楽しみにしていただければというふうに思います。でちょっとさっき話したオーダーですが、これですね、角中選手をここに、まあ、ライトにはしないですが、まあ、こうしてあげると、そうすると中日枠がいなくなるんですが、ここに岩瀬選手をスパッと入れてあげると。でこれが今ね A ランクが2枚あるので2450まで上がるので、でさらにあと50スピリット上げられれば、うん、まあさらに強くなるということで、まあ、こっちの方が多分強いですね。でペギーロ選手ライトに置いてあげてって感じでいくと、やっぱりこっちの方がオーダー的には強くなってると思うので、しかも9位型で9位 A 乗ってるっていうところも非常にいいので、はい、まあそんな感じでちょっとこんなオーダーにしたいので、岩瀬選手の A ランクを今後ちょっと狙っていきたいなというところでございます。はい、というわけで今回の動画は以上になります。ご視聴いただきありがとうございました。ぜひともねこれからもプロスピリッツの動画楽しみだよ、ガンガンやってくれということで、グッドボタン、チャンネル登録の方よろしくお願いいたします。まあ、最近の契約書系の引きですね、ぜひともコメント欄で結果を教えていただけると嬉しいです。それではまた次回のプロスピリッツの動画生放送でお会いいたしましょう。さよなら。